の方だとかファンの方たちは当然40本以上打った掛布は同じようなホームラン打ってくれるだろうと。でも他の5球団のピッチャーバッテリーは絶対40本打たせたらチームが負けると、はい、ということは掛布のホームランを打たせないということを考えた配球に変わるんですね。ホームランを打たせない配球をしてくるわけです。してきます。そうってはどういう配球してくるかというとコーナーを狙うかコーナーをミスしても絶対低めに投げてくるということなんですよ。あ、ボールが上がらない球をね、ですからゴルフやられる方はよくわかると思うんですけどドライバーっていうのはティーアップしてボール上げますよね、ほんとボールが全部見えますでしょ。見えますね。でもアイアンの芝生のポッて入ったボールってのは地面に置いたやつは埋まってますから、埋まってますからドライバーで打ったって上に上がらないですよね。ボールの下が見えないから。だからなるほど、バットをボールの下に入れるっていうのがすごく難しくなるんです。ちょっと待ってくださいね。ちょっとわからないのがボールの下にバットを入れるという表現がちょっとわからないんですよ。いやだからこれがホームランを意識しないと自然にそこで打ってたんでしょうね。はいはいはい。それがスピンをかけるという感覚。スピンをかけるんです。あ、ボールにスピンをかけてボールを上げる。上げるというこういうスピンをかけてますね。スピンかかるとボールって上がります。上がりますか。でもあんまりかけすぎると吹き上がっちゃいますので。だその叩くところって芯よりも本当1ミリぐらい下を叩いてキュッとボールを押してあげてスピンをかけるんですけど。まあその時にこれ、ね、細かい。タイガースの若手とかプロ野球界の若手に聞いてほしいですね。巨人の阿部選手なんてね、もう不調になったら掛布さんにお電話をして、この間電話で話して電話でホームラン打てるようになったっていう。掛布さんも長嶋さんみたいなもんですよね。敵にちょっと大きな手を与えすぎたな。あ、そうですよね。掛布さんも長嶋さんに不調の時にね、だからね、一流選手ってね、他球団も何もないんですよ、みんな球界のために。いい野球をファンの方に見てもらうっていうのが一番だと思うんです。ですから多分あの山田選手も、まあ、来年はバレンティンが元気に戻ってきますから、そんなにホームランは意識しなくても30本ぐらいのホームラン彼打てると思うんですが、タイトルを取るとなるとやっぱ40本ぐらい打たない、40本超えないと無理だと思いますのでね、はい、来年彼がどういうバッティングをするかってすごく楽しみなんです。ということはあのベイスターズの筒香選手と、あ、一緒です。ホームランキング争いっていうのがまた楽しみですね。そうですね。だから僕はもうスポンジのボールを100個ほど作ってもらいまして、スポーツメーカーに、はい、同じ高級と同じボールを、はい、でメーカーの人に家に来てもらって、そのスポンジのボールを下から投げてもらって、そのスポンジのボールの芯より1ミリぐらい下を叩いてこうスピンをかけて自分のガレージのに的を作りましてね、そこにポン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 当てるこう練習をして、初めて意識して30本40本打つのにどれだけスポンジのボール打ちましたかね。今その若手はスポンジの球打ってますか。今僕の部屋にスポンジのボールを100個ほど置いてありますので、うん、毎日タイガースの若手が、横田という、やっぱこれは左投げ左打ちで、多分あの山田選手だとかソフトバンクの柳田選手のようにトリプルスリーという数字を残せるぐらいの可能性のある体をしてますので、だ彼を毎日スイングし終わった後に僕の部屋で30分から1時間そのスポンジのボールでトレーニングさせてるんですけど、いやー楽しみですね、これ、ということはタイガースに筒香選手とか山田選手のような、そのお客様を楽しませてくれる選手が、横田と陽川という名前をファンの方はちょっと頭に入れてください。横田陽川はい、素晴らしいホームランを打てるバッターになると思います。いやちょっと楽しみにね、待ちたいと思います、いや掛布さん今日はね、あの一部の語りで掛布正幸にはまだ一つ夢を残していましたというところで終わってますんで、これ2部は、2部の語りはそこから、夢は何だったのかというところをですね、お客様終わらないように聞いときます。いや今日はお客様にもちょっとじゃあ一言二言、ユニフォーム着てる人とかたくさんいらっしゃいますので、掛布正幸さんに聞きたいこととかありましたら手を挙げてください。もうこんな機会ないですよ。はい、一番前のお父様、ありがとうございます。すみません、まあ、今まで の引退するまでのホームランの中で一番最も思い出深いホームラン、どのホームランが一番覚えてらっしゃいますか。僕は入団して3年目で初めて3割を打ちまして、まあ、それで僕の野球人生とは180度変わったんですね。で周りの方に注目をされて、その入団した4年目の
シーズンを迎えた時にもう野球が怖くて怖くてしょうがなかったんですよ。本当に怖かったんです。もう神宮球場の開幕だったんですけど、もうグラウンドから逃げ出したいぐらい怖かったんです。その怖いというのは今年も打てるかどうかな、打てないんじゃないかというのと、はい、もうボールが飛んできたら全部トンネルするんじゃないかだとか、はい、もう本当になんていうか、まあ、分からない、こんな怖いんです、野球場に来るのは怖くてしょうがないです、はい、もうそれでもう先輩の方はそんな大丈夫だから大丈夫だからって言うんですよね。でも6番バッターで1回の表にまさか2アウト満塁で回ってこないだろうなと思ったら回ってきたんですか。僕はベンチでアウトならアウトになると思ったんですよ。もう2アウト満塁で打席立つの嫌だったんで、開幕戦で2アウト満塁、で毎日やだ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 って言ったらブリーデンがフォアボールでかななんかで出塁しまして、外国人の、ツーアウト満塁でピッチャー松岡さんです。あ、ヤクルトのエース、でツーエンドツーという平行カウント、はい、その時に、まあ、川上さんのようにボールは止まって見えませんでしたけど、はい、その打席はスローモーションでした。ボールが、松岡の剛速球が、もう赤い犬目がこうゆっくり見えまして、あるんですね、本当に自分もタイミング取ってるのがスローモーションなんですよ。だからそのボールがはっきり見えるから、今言ったボールの下に入れるなんてことは簡単ですよね。スローモーションですから。あ、分かりやすく言うと巨人の星みたいなもんだ。そう、うわ、球がブワーってきて、今度バットがスローモーションでわーってきますから、僕の思うところにバットがフッと入るわけですよ。そしたらそれは満塁、満塁ホームラン、満塁ホームラン。それとバットがこうしなるものを感じるんですよね。全部がスローモーションなんですよ。だから音も聞こえませんでした。そしたらもう打球がもうライトスタンドめがけて一直線飛んできまして、満員のライトスタンドがバーンと割れてボールが跳ねたんですよ。だからそれまで僕動けないんですもん。あれはね、打ったから動かなかったっていう失礼なことではなくて、自分自身が動けなかったんですよね。初めて3割を打った次の年ですね。あまり僕手を挙げたりガッツポーズをしたらピッチャーに失礼だっていうのは先輩から言われてたので、絶対こういうことはしないんです僕、ただその1本の方が5回ぐらいこう手を挙げて5回、満塁ホームラン、あのダイヤモンド一周してる、まあ、パネルがまだ今家にもあるんですけど、もうこれね、影雄さんね、はい、この影雄さんが満塁ホームラン打ったのを、王貞治さんが後楽園球場で見てて、次の打席王さんが満塁ホームラン打ってる、でインタビューで掛布が打つなら俺も打つ、そうです、言ったんですよ。そうなんですよ、王さんが新人の掛布さんをライバルだと認めた瞬間なんですよ。でも王さんにはね、長嶋さんがこう引退されて、で翌年王さんすごくにこやかな顔で野球、あんな優しい王さんってのは僕初めて見たんですよ。ホームラン打たれてダイヤモンド一周する王さんがサードベースもある時になんかこう優しいんですね。やっぱ長嶋さんという強烈なやはりライバルといいますか、チーム内にそういう方とやっぱりすごくいい意味の競うということで、ライバルが、切磋琢磨、でその王さんが翌年張本さんという方が来られた時にまた長嶋さんがいた時のように怖い王さんにもう大魔神のように変わりましたね。と思って、その王さんが僕のレフト前のヒットを見た時にいつそんなバッティングを覚えたんだって言ってくれたんですよ。それは新人の頃に、あの王さんが僕のバッティングを見ていてくれたんだって、あの一言がね、自分のそのレフト、ただのレフト前のヒットじゃないヒットになったんですね。これね、すごい。